こんばんは、ワイズです。バディミッションボンド実況プレイ始めていきたいと思います。そう、前回調査中でラウンド1が終わったところで、次のキャラクター選択で止めていたと思うんだけれど、そこでセーブすることがちょっとできなかったので、キャラクター選択だけやってしまった状態です。アーロンとチェズレイのバディで今回は調査をしていこうと思います。この作業着姿の男性と、また名前調べるの忘れた。ワンさんね。ワンさんと太郎芝居。この3人を回れるんじゃないかなと思っている。本当はセレブな女性にもアーロンで声かけたいところなんだけど、6歩以内で行くことができなそうなんで、1、2、3、4、5、6。うん、ここでもう6歩使っちゃうので、そうだよね。うん、行ける可能性がないと思うので、はい、今回は作業着姿の男性、ワンさん、太郎芝居の3人を回っていきたいと思います。飛行船船内パーティー会場、エースビル工事業者。お楽しみのところ失礼。あなたに一つ伺いたいことがあるのですが。あんたはこれはどっちかが合ってるっていうことは確かだよね。多分まあアーロンでいいんだろうな。怯えてるってことは OK。 あ、違った。あ、こっちなんだ。危ねチェズレイ連れてきてよかった。俺完全にアーロンだと思ってここに来てた。なんだよ、俺はあんたに言われた通りやったんだぞ。は？どういうこと？例の仕掛けだってちゃんと用意したし、そう、それに、あの塔にだけは屋上にメテオサラウンドを設置してない。だからもうあの塔の名前を口にしてくれよ。あんたがあの塔の名前を言えば、俺はこの恐怖から解放されるんだろ？何言ってんのこの人。チェズレイの見た目をしてたみたいな話があったんだっけ。あれ、ちょっとごめん、この部分真面目に聞いてなかったのか俺あれ、怯える下りってどんな流れだったっけ。おい、クソ詐欺師、こいつに何しやがった。お察しの通り催眠を少々、ただ少しばかり聞きすぎたようですね。そっか、催眠したんだっけ。そうかよ。このままじゃ話にならねえ。さっさと解いてやれ。つまりメテオサラウンドの設置工事をしてねえ塔の名前をてめえが言いゃいいんだろ。そうですね。どの塔でしたかね。あれちょっと待って、何塔っていうかは正直覚えてない。全体マップこれか。あー、でも分かんないんだね。A 塔 C 塔 E 塔なのは分かるんだけど、どこが何塔なのかをちょっと覚えていないので、はい、思い出してやりたいと思います。怪盗殿、よろしければあなたの記憶を頼りにさせていただけますか。どういう風の吹き回しだか知らねえが、二度でもごめんだ。俺がてめえに思い出させてやるよ。どういうことだ。 A 塔の真上で対空って、あ、 A 塔で合ってるね。はい、もうスキップします。あれ、これスキップはできないんだっけ。はい、工事をしていないのは A と。知れたこと。あがぎがぐ。あ、うん、あ、俺は、大丈夫ですよ。あなたは間もなく解放されます。
話していただきましょう。最後に一つ情報をくださればね。あなたはお仕事の過程で51階の秘密を何か目にしたはず。それを話していただきたいのです。培養槽が並べられた部屋、その中には1から9の数が振られた培養槽、開かないシャッター、6の培養槽を液体で満たすとシャッター開いた。興味深い。なるほど、とても興味深い情報だ。他には？他これね、全てのようですね。ではお約束通り、A と、あれ、俺あんたらと一緒に飲んでたんだっけか。なんかすっきり酔いが冷めた感じなんだよな。もっともっと飲めそうだ。それはそれは、それは良かったですね。ご苦労様でした。良い夜を。なるほど、6の培養素を液体で満たせばシャッターが開く。なかなか興味深い情報でしたね。おい、てめえあいつに何させた。つまり潜入口の A 棟屋上にメテオサラウンドを置かないよう仕向けたつうのは分かった。だが例の仕掛けってのはなんだよ。じきに分かります。なぜなら全てはディスカード殲滅のため、ほんの少しご協力いただいたまでのこと。トニー、いつまでたってもうさんくせえなてめえはよ。操作成功、危なかった。もう完全にアーロンだと思ってたわ。はい、これで4つ目の情報をゲットできました。ペース的には悪くないんだけどな。これ4ラウンドでジャストでクリアできるぐらいに作られてるんだよね。だからこの忍者装束の男性の情報は手に入らないんじゃないかな、ギリギリと思いつつ、ここ行きましょう。これはチェズレイで合ってるはず。だから計らずもチェズレイ連れてきたのが大正解だったよね。飛行船船内パーティー会場、エース開発スタッフ。あら、チェズレイさんじゃない。本当に運命の存在を信じたくなるわね。運命ね。互いの仕事、専門が重なることが。まあ間違いないよね。 OK。 クリティブトーク。ひどいわね。やばを言わないで。運命の再会に乾杯。恐れ入ります。仕事中ですので形だけお受けしましょう。仕事ね。そう、劇場街、カジノ街、マイカの里。あなたの職場ではいつも何かが起こる。今度はエース本社かしら。そうですね、あなたがお望みならそうなるかもしれませんね。あら、私の望みなんて聞いてくださるの。そうね、面白い仕事は終わったし、そろそろ潮時かもね。今なんと面白い仕事。答えてちょうだい。ええ、そうよ。エースでしか実現できなかった私の研究成果、お分かりかしら。メテオサラウンドの制作。うん、張り合いのない。そうね。そう、メテオサラウンド、久しぶりに熱くなれる仕事だったわ。興味深い。過去形ですか。それなら私の胸が熱くなる話を期待しても良さそうですね。どうかしら。まあ終わった研究に興味がないのは確かね。あとは、そうです、立ち入りを禁じられた隣のビルを覗く方法でも研究なさいます。さすがチェズレイさんと言いたいところだけど、もうその研究も終わったの。おや、これは存外、笑顔早い。ひどいわね。だってお隣さんに入るの簡単だったんですもの。
警備ロボットの後ろをついていくだけで入れるなんて思わないじゃない。それはそれは確かに、あなたも随分と甘く見られたものだ。テズレさんも機会があったら試してみるといいわ。警備ロボットはバラしておいたけど、組み立てに必要な部品は三角マークの部屋に揃ってるから。そうでしたか。これはご親切に、機会があればぜひ。なるほど。カジノ王の足の次はエースの最新マシン。華麗な経歴ですね。うん、食えねえ女。けれどおかげでメテオエリアと生態研究エリアとをつなぐ通路を通る三段もつきました。それで警備ロボットとやらを組み立てて、その後ろを追っかけて生態研究エリアまで行こうってのか。ええ、手数は多いですが確実です。持つべきものは敵の中にいる自信ですかね。3つ目の情報をゲット。これで必要な情報が残り4つずつになった。でこれ今気づいたんだけど、このファントムの部屋のドアとこの2つでなんか枠が違う色してるよね。これってもしかして必須の情報だったりするのかな。これがないと潜入できないみたいなかもしれないね。他がなくてもこれがあれば潜入できたりするのかもね。うん、ちょっとよくわかんないけど、はい、このまま進めていきたいと思います。次は太郎芝居。ここはアーロンでいけるはず。飛行船船内パーティー会場、エース副社長。エース副社長太郎芝居、この会場で最も注目を集める VIP の一人です。怪盗殿、あなたならどう近づきます？あ、どうってなんだ、こうするに決まってんだろ。アーロンが担当。クリティカルタック、ぶっ飛ばすぞ。ジャバモンは全部ぶっ飛ばしちまえばいい。やばんな。てめえらどきな。俺は副社長に話がある。こいつ不審者だ、取り押さえろ。面白え、できるもんならやってみな。ちょい待ちや。なんやねん。なんやなんや、やっちょボーイのお出ましか。副社長危険です、お下がりください。かまへんかまへん、こんなんでビビっとったらワイルドちゃうやろ。いいやないか。なあやんちゃボーイ、あんたもなかなかワイルドやないか。けどな、生きってばかりじゃあかんで。なんやねん。ワイルドガイにとってほんまに大切なことなんだかわかるか。はあ、関西弁読み上げってそっか、俺初めてかもね。もちろんネイティブじゃないので、イントネーションおかしかったらごめんよ。はい、ワイルドガイにとって大切なのは、野生的であることかな。ちょっと覚えてないから思い出したいと思います。おい詐欺師、てめえ何か思い当たるもんはねえのか。さてどうでしょう、二人で少し振り返ってみましょうか。何切っとんねん、芝居太郎か。ひったく、俺に意見してんは恐れ知らずのワイルドガイか。愛する嫁さんだけやで。あ、恐れ知らずね、なるほど。あ、もうしれっと読み流してたわあそこ。はい、恐れ知らず、恐れないと、オッケー。見えてんだよ。ワイルドやな。いいやないか。なんや、分かっとるやないか。
ガキンチ扱いしてすまんかったな。かまへんかまへん。あんたうちの会社に入らへんか。周りのボンクラどもよりよっぽど話が早そうや。ふざけんじゃねえ。冗談は面だけにしとけ。へえ、俺の面に文句つけるんか。調子こきやがって。芝居太郎か。ひえ、やってみろや。10倍にして返してやる。ひえ、かまへんかまへん。あー気に入った、ほんま気に入ったで兄ちゃん。どや、本気で俺の右腕にならんか。うちの下の連中ほんまセンスないねんか、ないねんから。しょうもな。こないだも役員会議室に隠し通路作っただけでごっつー渋い顔し腐ってからに。隠し通路いいやないか。そうや、隠し通路ええやろ。バングルのレーザーの光を役員会議室の右目に3秒。なんやねん、めっちゃクールでワイルドな仕掛けやと思わんか。悪くねえな。いいやないか。せやろ、なんでわからへんのやろな。部外者にペラペラと機密を漏らしやがって。素晴らしいじゃありませんか。若きワイルドガイに進むべき道を示してくれたのですから。つまり、すなわち役員会議室から生態研究フロアの奥へと続く隠し通路をね。悪くねえな。せいぜい利用してやろうじゃねえか。はい、操作成功。関西弁きつかった。いやー、どう練習すればいいんだろうね、ああいうのって。実際いっぱい話すしかないよね。はい、これからもやっていきたいと思います。はい、ということで強化実験ルート3つ目のヒントをゲット。ここで6歩動いたからこのラウンドは終了になります。あ、ここでは特にイベント挟まないんだ。じゃあマップ確認で、次行きたいのは左側のルートだね。ルーク、多分チェズレイ、ルーク、いやここがなきついな。でここもあれだよね、ルーク・チェズレイじゃきついよね。一応いけるか調べてみる。 1,2,3,4,5,6 いける。今ちょっとカーソル変に動いたけど、あれ、あーこれゲージ減ってでも言っとくべきかな。ワンチャン合ってたら話聞けるもんね。でもアニマルな服装が印象的。奥さんに関しての情報ってどっかで手に入ってたっけ。なんかペアルックっていうこと以外あんまり手に入ってなかったと思うんだよね。でもルーク・チェズレイでもしここに行くことができたら、あと最後残りがここだけになる、この右側だけになるので、ルーク・モクまで行けば全部の情報が4ラウンド以内に手に入ることになるので、ワンチャン行ってみようということで、ルーク・チェズレイのコンビでいきます。この2人で操作します。ファントムは目前だ。え、ボス、ヤシの髪飾りの男性じゃない、女性からスタート。飛行船船内パーティー会場、一般招待客。マジか、あの印象的なシルエットは。なんという、あれが一般モニターですか。妙な世の中になったものです。ルークのはず、来い来い、来たー、オッケー。光るトーク。すみません、ちょっといいですか。あら、何でそのネクタイ。ねえ、あなたもしかしてハイジャックされた飛行船に乗ってなかった。はい、乗ってました。やっぱりね、ちゃんと覚えてるもの。そのネクタイ、テレビ見てたら歌姫スイのバックダンサーになってて驚いたわ。まあいろいろありまして。そういえばあなたも大祭神楽の一般モニターをされていたんですよね。あら、そうそう。話せば長くなるけど、私もとあるプロデューサーにスカウトされてショービズ界にデビューしたわけよ。
初めてのお仕事がエース本社でのモニターだったんだけど、シークレットフロアで、ね、ってごめんなさい、シークレットフロアなんてあなた知らないわよね。51階ってこと？あ、はいはい。どうだ？え？なんであなたも知ってるの？フレール P のやつめ、モニター参加者以外のショーマンは知らないって言ってたのに。はあ、サワールではなくフレールか。なんとなく血縁者っぽい。なるほどね。サワールよりはちょっと罪が薄い方なのかな、フレールは。まああなたが知ってるならちょうどいいわ。これお、バングルじゃん。白いバングル。このバングル、モニター室に行くのに必要だからってスタッフに渡されたんだけど、モニターに参加した日に間違って持って帰っちゃって、正直困ってたのよね。ねえ、あなたから適当な人に返しておいてくれない？じゃ、よろしく。軽い。そうか、このバングルがあれば一般モニターエリアの奥へ進むことができる。お見事。お見事です、ボス。あんなに言葉巧みにバングルを渡すよう仕向けて。いや、わざと言ってるよな。僕何もしてないもんな。お、あー、もうこれ強化実験ルートで確定かな、行くの。あとこの2つを手に入れれば OK。 本当は両方のルートの情報をいつも通り、いつも通りっていうか前回は違ったけど、手に入れて、まあ、現地でどっちの道行くかを選択したいところだけど、情報集めきれるか不安だもんな。さあ、この人偽物っぽい話だったよね。飛行船船内パーティー会場、スイーツコーナー前。このケーキはまあまあね。じゃあ次は。本当何なんだろうな。お食事中すみません、ちょっとお話を。これバディじゃないか、この二人の。やっぱり今忙しいんだけど。あ、違う、美脚じゃなく美腕になってる。あれ、でも会ったことないよね。なんで顔見たことあるみたいなリアクションなんだ。あれ、あんたたちの顔どこかで見たよな。あ、そうだ、お姉ちゃんが気にしてた怪しいバックダンサー。あ、姉妹なんだ。双子の姉妹の妹って感じか。怪しくなんてないですよ、どこにでもいる。どこイントでしょうかし、どこにでもいるごく普通のバックダンサーです。はあ、うん、まあ確かにあんたは冴えない顔してるけど。え、さらっとディスられたぞ。あの、それよりお姉ちゃんって。お姉ちゃんは、だからお姉ちゃんだよ。愛しの安心、メイジャオちゃん。まあメイジャオか。美脚美脚言ってたけど、メイジャオね。え、やば、ジェズレイさんいるじゃん。ああ、確かバレてんだよね、この間の件。私のこと沈めたりする？いいえ、不問にしておきますよ。あなたのお姉ちゃんから謝罪をいただきましたので。お姉ちゃんは、やだ、もうメイジャオちゃん大好き。やっぱ持つべきものは姉だよね。なに？え、あんたたちなんか用なの？私忙しいんだけど。あれ、どっちか一人なんだ。まあ、だったらチェズレイか。あ、そうなんだ。あ、違うの、ルークなんだ。あ、もう分かんないわ本当に。あ、甘いものの話だからか。なるほどなるほど、あなたは甘いものが好きなんですね。実は僕も目がないんです。なに、あんたもいける口？はい。あなたがスイーツの中から特に甘そうなものを選んで食べているのに気づくくらいには。お、うん、やるじゃん。あ、それじゃああの店知ってる？甘々ルール。あ、違うか、食べたら白目向いちゃうくらいイケてるお菓子を売ってる店。え、どっちだ。あ、甘々ルール。あー、でもまんじゅう本舗もあるね。これ思い出せないの？マジか。思い出すが赤いってことは、どっかで情報を取り逃してて、
思い出すのにヒーローゲージを使ってしまうっていうことだよね。いやーでもこれ使ってでも思い出させるしかないよな。うわー痛いな。チェズレイ、どう答えるのがいいか一緒に考えてもらえないか。子犬のような瞳も愛らしい。ボスの助けになるのなら喜んでお手伝いしますよ。どこで取り逃したんだ。え、どこよ。ああ、あの店だ。かのハズレまんじゅうや白目大福を生み出したまんじゅう本舗。あ、白目大福。あれ、これって聞いたことないよね、多分。あ、でもゲテモノ製造店って言葉を聞いたことある気がする。まあ、とりあえずスルーしていこう。はい、まんじゅう本舗で会ってた。これだ。いけるね。わかりました。下がる量に対して上がる量が少ないのよゲージ。まんじゅう本舗でしょ。それで白目大福とハズレまんじゅうが有名ですよね。お、いけるね。いけるね。あれ、脳がしびれるような甘さがたまんないんだよね。いいですね。わかります。やだ、この会社で働いて初めて話がわかる人に会えたかも。そうなんですか。あんなに美味しいのに。そうなの。こんなこともわかんないのに情報は重要だとか言って、メテオエリアに監視センサーを2台も設置してさ。ま、あんなチャチなセンサー秒で無効化できちゃうけどね。え ?2 台の監視センサーを無効化。何？そう、音波実験室にある音波発生装置の向きを変えるだけ。やばいでしょ。あの、もう少し詳しく教えてもらえませんか。お、いけるね。いいけどさ、私やお姉ちゃんには迷惑かかんないようにしてよね。音波実験室の時計が指してる10時と3時の方向にある設計図に音波発生装置を向けるの。ああ、私たまに使ってた、ゆっくりサボりたい時とかね。ありがとうございます。そうなんですか、情報ありがとうございます。うんうんうん、ま、スイーツファンのよしみってことで。そいじゃね。うん、甘いもののことを話してただけなのに、なんかすごい話を聞いてしまった気がする。そういえば脳を活発に動かすためには大量の糖分が必要だという話もあります。ボスも摂取した糖分を生かして世界中の監視システムを無力化する方法でも開発してみては。それはちょっと、何のために。操作成功。いや、なんかこっちだと思ったけどこっちだったみたいなパターンが結構あるよね。あ、でもそっか。ちょっとごめんね、いろいろ勝手に考えてしまって。あー、しまった。これってチェズレイが必要なかったパターンもあるのか。チェズレイじゃんって触れてたからチェズレイ必要だった可能性もあるけど、じゃなかったらルークとモクマ連れてここ行ってここ行ってっていうこともできたのか。ネラーエさんと忍者装束したらセレブな女性にアーロンぶつけることもできたのかな。いやー、もう今回ゲージは諦めだな。ひとまず情報を手に入れることを最優先でやっていこうと思います。そういうところなんだけど、ちょうどね、キリいい時間なので、まあ、次回この残りを調査して、潜入パートに入っていくことになるかと思います。ここで今回は切り上げます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。